各球団の主力選手が選ぶ他球団のブレイクする選手。某番組でやってる100分の1の番外編、ネクストブレイク。各球団の主力が挙げた来年ブレイクするだろう他球団の選手。中日の若手がダントツの多さなんだけど、いい若手育ってね。村上だけブレイクの基準が高すぎる。溝脇は強打と同じ年なんだよな。中日と日ハムは明らかに1軍に出やすいし、レギュラーも向こうから転がってくるからな。丸の選んだ溝脇については、大の溝脇ファンのアニソン歌手、メインへの遠回しのオタクアピールだって言われてたな。現地観戦に20回くらい行った結果、無事高橋宏斗に乗り換えたぞ。ちゃんと試合見てて偉い。ちなほか。巨人阪神の選手をネクストブレイクに挙げた他球団の主力が一人もいないのはないしょ。島内は単に大学の後輩をしてるだけじゃないですかね。長岡が柳町挙げてるのくさ。柳町ネクストブレイク枠に入れてくれるのか。島内ロッテファンならもっと真面目に回答しろや。選手名鑑見てまで挙げたのが大学の後輩の岡田の草生えたわ。ネクストブレイク、戸郷22歳、井上、若いがゆえにまっすぐが強くて気持ちいい。大勢23歳、山崎24歳。なんか笑った。ネクストブレイクで身内の選手挙げるのつまらんからやめてほしい。他球団限定でやってくれんかな。